はい。こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、おさないでございます。この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てください。えー、よろしくお願いいたします。ということでですね、累、え、計、ー、論と特性論と話をしてました。特性論の方が、まあ、近年ではよく用いられています。じゃあ、えー、特性論とかいうときに、じゃあ、特性いくつ必要なのかって問題があります。 パーソナリティを表すような形容詞5個をですね、集めてですね、統計的なこう処理をして分類をしていくと、大体5個に分かれるよってことが、まあ、世界各国で分かってきたよと。それはビッグファイブパーソナリティのビッグファイブとか、まあ、5因子モデルとか、そんな言い方をしています。じゃあ、この5因子モデルって一体どういうものなのか、5つって何なのかっていうののご紹介です。えー、まず1つ目、外交性。えー